それでは2009年ですが、ついに自家製サンバでヨーク誕生イベントが発生しました。サードシーズンでは初めてですね。長かったですね。サードシーズンは一度も出ないのかと、ちょっと焦りましたよ。マンマーフェアとエアグルーブとの種付けで生まれたお馬ちゃんになります。男の子なので、悲願の3冠を達成してほしいですね。お次に競走馬のご報告ですが、近年はとても調子がいいので、今年も頑張ってもらいましょう。マンナオフェンシブには、今年も年度代表馬を取れる活躍を期待したいですね。それではレースをお届けします。ダイジェストでご覧ください。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マンマピー先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、あと 200m、 マンマピーアドバンテージをキープ。後ろはどうか、2番手はカンパニー。マンマピー強い強い、マンマピー圧勝ゴールイン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マンマサドメ先頭、後続を引き離しにかかる浅草キングス。2番手手応えはどうか、残り 200m を通過して、2番手はネバブション。ここでようやくマンマロフェンシブ、先頭はマンマサドメ、1着でゴールイン。2着にはどうやらファイデルキッズ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ブルーラッド先頭、外からマンマラッキー、残り 200m。 ここで先頭変わってマンマラッキー、しかし残りわずか。後方から一気にナイキハイグレード、マンマラッキー先頭だ。先頭はマンマラッキー、1着でゴールイン。2着はナイキハイグレード、3着にラベリータ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。コンディフット先頭、前に迫るマンマロフェンシブ。コンディフット先頭、あと 200m。 コンディフット伸びてきた、一気に捉えるか。マンマロフェンシブ、コンディフット先頭、マンマロフェンシブかわす。マンマロフェンシブ、マンマロフェンシブ1着、2着はコンディット、3着にブラックシェル。さあ直線に入りました。これからの勝負、ダービー馬同士意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、ウエナビスタ抜けた。マンマロフェンシブ迫る、先頭はマンマロフェンシブ、1着でゴールイン。2着はウエナビスタ、これがダービー馬だ。マンマロフェンシブ。ということで、今年は中央の G1 レースが4勝と、地方が1勝という結果でした。残念ながら、年度代表馬にも選ばれませんでしたね。なんとかヘッポコダースベイダーの BGM を回避したって感じですね。ちなみに、これまでは G1 レースが5勝以上の時に、ラルク・アンシエルのドライバーズ杯を BGM にしてましたが、前回の動画で、大人の事情により YouTube さんに怒られてしまったので、今回から5勝以上の時の BGM も変えました。ありゃりゃ。それから牧場の成績ですが、今年も3位でした。近年成績が変わってないですね。マンマーフェアのサイヤーランキングも、去年と同じく1位です。今後も1位をキープできるように頑張りましょう。クラブも去年と同じく1位ですが、総合評価が B のままです。なかなかランクが上がらないですね。リュウ君の成績は、1つ上がって7位でした。エミちゃんは、1つ落ちて10位です。カズヤくんは35位でした。今後はもっと騎乗回数を増やしていきたいですね。アメリカのリサちゃんが22位です。なかなかサポートができませんが、頑張ってもらいましょう。競走馬はそこそこ調子がいいけど、その他の成績があんまり変わらないですね。特に、マンマ牧場の成績が、なかなか1位を取れないので、なんとかしたいところですね。では、今回はここまでです。それじゃあ、またねー。